はい、どうもこんにちは、たかきっちです。さあ、ドラゴンクエスト TV、昨日やってたんですが、今日もねちょこちょこちょこっとねまとめていきたいと思います。ドラゴンクエスト TV 始まるまでに YouTube の概要欄見てたら、8人同盟バトルだとか竜王城の決戦やりますとか言って書いてあったんで、あー、前回のやつもそうだったけどな、まあそういった時はバトルしかやんねえよってね、ちょっとね、まあ期待をしないでね見てたんだけど、はい、意外にね今後の展開のね分かったので、まあそれをねちょっとねまとめていきたいと思います。最初の情報としてはこちらてい、はい、ね、これやりますよ、スライムフェスティバル。ただの隠れスライムフェスティバルではありません。なんと、あの最近ね、まあ最近といっても結構前だけどね、半年以上ぐらい前だよね、もう1年ぐらい経つか、こちらスマホアプリの、はい、消し消しコラボイベント、なんと隠れスライムたちがこのように消し消しのねキャラクターとなって隠れてるみたいです。かわいい、かわいい、かわいいんだよな。かわいいよな。うん。で、この9匹の中で、実際に消し消しで使われてないね、まあ、モンスターがいるみたい。っていうか、下の段の右から2番目、ちょっとわかんないんだけどね、こいつ。何なんだろうね。スライムベストスライムが合体したモンスターなんていたんだね。はい。この中で、まあ、消し消しに唯一ね、いない、はい、モンスター。こちら、スライムタワー。うん。スライムタワーくんだけはいなかったんだけど、ドラクエ10のためだけにね、作ったみたいだね。で、そんな隠れ、スライム、イベントね、報酬が合成なのよ。はい。ドドン。まあ、初め見たときね、まあ、印象かよ、おいて。ね、おいおい、印象か、また印象かよって、相変わらず印象でごまかしてくるな、ここの運営と思ったんだけど、ね、しかも、何に使うのって話だよね。ピッキーンはね、なんとかかろうじてね、なんか技が来たり、まあ、必殺が来た時にね、ガジェ行きますみたいな、ピッキーンしましたよみたいなね、まあそんなとこで、はい、ピッキーンって使えるかもしれないんだけど、これ読み込み中って何なのよっていうね。左にいたってば、何、いつ使うのよっていうね。びっくりした時ねえ、つーって。いろんな感情が、もう、まさしく、混ざった時に使うのかしら。まあ、使うとしたら今だよね。いろんな感情が混ざってるよね。この表現をどうしたらいいんだろうみたいな。っていう時に使うのかな、うん、この左の印象ね。ちょっと大丈夫かっていう、落胆をしてたんですよ。はい。ところがどっこい。見てください。ドドン。はい、なんと、仕草だぜ、おい。しかも、消し消しのね、消しゴムたちが、落ちてくる。まあ、ジュエルシャワーの、このジュエルを、まあ、ただ単にね、あの、消し消しのスライムにね、変えただけなんだけどね。あ、違うか、余計なこと言うな。そういうこと言うな。いやー、消し消しの、ね、キャラを振らせるなんて最高だぜ。いつ使うんだろう、これも。テーペロ。まあでもね、仕草がもらえるからね、嬉しいよね。うん、なんなんだろうな、これ。なんでなんか仕草もらったらラッキーみたいになってんだろうな。不思議だよな。なんか印象ばっかもらってると、不思議となんか仕草もらうとすっげえ嬉しくなるよね。そしてなおかつ、まだまだ、あるよ。はい。なんとこちら、家具、びっくり、つー。はい。このね、スライムと、スライムタワーとキングスライムの消し消しのね、はい。家具が、もらえ、ます。嬉しい。すごい豪華だよね。うん。そして今回、ステージとなるのがこちら、このレーンの村。で、まあ、スライムフェスティバル開催なんだけど、まあ、そっか、ここ結構隠れるところあるね。ただね、狭いんだよな、ここ。ここめちゃくちゃ狭いから、まあ、こういうところもいるんだろうね。なんだろう、以前メギストレスじゃなくて、どこだったっけ、風車か。風車でやった時はさ、まあ、扉とか開けた場所とかあったし、広かったよね。なので、見つけにくかったんだけど、時間が短くなるのかな、マップが狭い分。今回そんなに、あれなのか、ここ簡単そうだよね、割と。めちゃくちゃ狭く感じるんだけど、まあこういうところにもいるんだろうね。まあああいう、なんだろうな、
まあ、宿屋とか、まあ、個人とかにもいそうなのかな。とはいうものの、風車の丘よりは狭いので、まあ、割かしね、簡単なんじゃないでしょうか。まあ、通れないとこもね、こういうとこしっかりあるから、どっからね、こう、道が通じてるかっていうのを、まあ、よくね、こう、調べて、やっといた方が、まあ、当日ね、まあ、有利にはなると思うので、まあ、しっかりね、時間が余ってる方はね、例の村来てね、このどこを通れるかっていうのをね、しっかりね、はい、調べておいてください。はい、そんなね、隠れスライムフェスティバル、6月9日から6月19日にね、やりますので、みんなお楽しみにね。はい。はい、ってことでね、プチ情報は以上です。あれ、ちょっとかけて話が違うじゃないですか。今後の展開とかそういう話はって、今なんかさっき言ってたじゃないですかって。あ、以上なんだよ。プチ情報。まだまだ焦るなよ。もうすぐ10周年。ということで、次の情報がこちら、ババン。ドラゴンクエスト10の10周年イベントで、なんと、開発陣お祝いアートっていうのはもらえるみたいね、これ。こちら、ドドン。今までのドラゴンクエスト10に出てきたキャラクターがドット絵で一覧にね、映っているみたいです。右手にね、右下の方か。右下の方に手が出てるよね。そんで、その近くにネルゲルがいると。まあ、そういったね、細かなね、キャラがね、乗ってるみたいなので、しっかりね、まあ、こちら、楽しんでください。見て楽しむね。うん。そして、10周年のイベントなんだけど、長いことやってくれるのな。まだまだ今年は10周年のイベントだから気合入っとるねとか言って、エイプリルフール僕イベント行ってたんだけど、そんなもん序の口、イベント10周年イベントはそんなもんじゃないぜと言わんばかりに、本当の10周年のイベントの期間が、なんと 6.2 から 6.3、約半年間にかけて10周年のイベントを、するみたい。開催するみたい。えらい長いよね。そしてその10周年記念クエストが、こちらですとか言って、次回発表予定、ね、次のドラゴンクエスト TV で発表されるみたいなんですけども、一つだけ、ね、見せてくれました。こちら、ドドン。はい。プス君がね、なんかね、覇気をまとってね、やってますね。なんかこの格好あれだよね。一の方、無の呼吸、無呼吸とか言って、こう、なんか切りつけてる絵にそっくりだよね、これ。大丈夫これ、鬼滅の刃を、これ、ちょっとモチーフしてない大丈夫はい。まあ、そんなね、ちょっといかがわしいっていうかね、ちょっと狂ったような顔したの、プス君が見えるんですが、何やら、首にキーエンブレムみたいなのをね、プス君つけてるんだよね。まあ、なので、まあ、プス君はその一部だとして、他のね、キーエンブレムに関わったキャラクターがね、出てくんではないんでしょうか。しかも、声付きです。ボイス付き。まあ、なので、10周年イベントはね、今後、ね、6.2 からやるのでね、お楽しみにしといてください。そして、はい、出ましたよ。宣伝来ました。ドラゴンクエスト10、10周年記念グッズ、8月2日にね、発売されるみたいです、これ。はい、ドラゴンクエストオンライン、アクリルオートブロック。はい、なんかね、はい、漬物石にしてね、みたいな、そんな感じじゃない？違うか、あんまりそういうことしちゃうからね。なんかね、まあ、机の上に飾ってね、しっかり余韻を、浸ってください。バージョン1から6の余韻を浸ってくださいといったね。まあ、ブロックみたいです。はい。まあ、現物はこんな風に映してました。そして、まあ、意外にね、人気あったのがこのマウスパッド。結構でかいよ。マウスパッド。そして、スライム10ぬいぐるみ。ドラクエ10オンライン。10スライムぬいぐるみ。これね、ゲーム内でね、はい、右のね、スライムぬいぐるみが取れるんでね。アイテムでね。はい、欲しい方は取ってね。そして、ドラゴンクエスト10、オンライン、10周年記念メモリアルプレート。こちら、はい、ドン。お皿ですね。もう最初時計なのかなと思ったんだけども、まあ見事お皿でした。っていうかさ、ちょっとこれ僕見た瞬間さ、こういうものってさ、正直あんまり使えないのよね。なので大切に取っとくタイプなので、これを買ったとしても使わないからなって思うんだよな。そして、タオルからの T シャツ。一番欲しいと思った、これ。これ、水分補給 T シャツ、安西さん用。これ、一番欲しいなと思った、僕。まあ、あるとしたらね、この中でね、2750円となっております。さあね、はい、どれか皆さん8月2日に届くみたいなのでね、買ってみてはいかがでしょうか。さあ、そして、最後にこちら、ドドン。
提案広場に生アンサー。これ毎回やるね、最近ね。まあ、こういうことがあると、まあ、プレイヤーの皆様っていうのは話ちゃんと聞いてくれてんだなっていう安心感があるからね。まあ、しかも理由っていうのをさ、うちでさ、説明してくれると分かりやすいからね。この生アンサーはかなりいい、ね、コンテンツではないんでしょうか？ドラゴンクエスト TV の。はい、最初の、生アンサーが、これ。出ましたね。結構プチ炎上しましたよね。日替わり討伐の確率は高いままを希望。日替わり討伐の最高ポイントが4万5000になり、その引く確率がかなり高くなり、快適に過ごしていました。これが不具合によるものだったということで、元の4万と同じ確率に戻すそうですが、大きな問題がなければ戻さないでほしいですといったね。まあ、4万5000めちゃくちゃ引きまくってたもんね。みんなね。結構な確率で引きまくってたのが、まあ、修正されて、まあ、最近なんか全く出なくなった案件なんですが、まあ、どれぐらいの確率で出やすかったのかというと、普段の、その4万5000、もともと最高以来の出る確率が 2.7% ぐらいだったんだ、みんなね。で、バージョン 6.1 の不具合では、なんと 33% になっていたみたい。めちゃくちゃ出るよね、そら。まあ、皆さんもね、やっぱりね、お金がね、どんどん入ってくれば嬉しいからね。しかもね、並ばなくていいしね。いいじゃんと思うよね。お金もくださいよって思うよね。ただその、これを引くことによって、皆様にも打撃があります。っていうのは、かなりのインフレが起こってしまいます。要は、これ、討伐依頼っていうのは NPC から受けて、NPC からお金もらうっていうことだよね。まあ、いわゆるシステムからゴールドをもらうっていう形だよね。なので、まあ、消費しないで、まあ、プレイヤー間で消費しないで、どんどんお金だけ集まっていくと、どうなるかというと、はい、バザーの、ね、物価が高くなってしまいます。まあ、バランスパスタが5万ぐらいだとしたら、まあ、1年後にはね、50万ぐらい。この不具合が直さなかったらね、50万ぐらい、1個50万ぐらいのね、インフレが起きてしまうので、まあそれだけはね、避けたいとのことなので、直しました。というね、まあ説明がありました。ただ、安西さん曰く、まあね、4万ゴールドなら出しやすくする 33% のまま、4万5000ではなくね、33% のままだったらいいのとかいうね、まあ珍しいよね、安西さん。ここで、すごい、皆さんにね、質問してました。ありだなっていう、まあ、声がでかかったんだけど、インフレは多少起こってしまうような気がするような気がするんだよね。まあ、なので、まあ、今の確率で僕はいいんじゃないかとちょっと思うんだけどね。まあ、はい、次。復元やミーネからの神秘のカードを選択肢を消してほしい。これ、僕も思った。神秘のカード邪魔くせえなって、間違えて神秘のカード作ってしまったぜっていうね方もいるんではないでしょうか。まあこれも理由があって、実は神秘のカードを復元してる人は月に数千件あるみたいで、しかもそれは間違えて作ってるっていうわけではなく、さらにその神秘のカードに合成をしてる方も数千件の、上がってるみたいなので、まあ、神秘のカードを使ってる人がいるので、まあ、それは消すことができないとの答えみたいです。ただ、まあ、同じ風に選択肢があると、ね、間違えてしまう可能性があるので、また別にね、それは改良していくみたいです。はい、次、職人ギルドにプラチナ鉱石を置いてほしいっていうことなんですけども、はい、職人ギルド以外で使う素材は職人ギルドにある素材で買わせてください。これ、わざと置いてなかったみたいなんだね。っていうのは、まあ、プラチナ鉱石を買って、それをバザーでちょっと高くして売ってくっていう人がいるみたいで、まあそれも公式、ね、結構転売やバカ野郎って言ってる人がたくさんいるんだけど、残念、もう公式さんが認めてます。はい、そういうことするのね。まあそうだよね、わざわざね、そこに買いに行くのがめんどくさくてバザーで買いに行く。まあそれもいわゆる金策だよね、立派なね。っていうことをしてたみたいなんですが、わざとね。まあ、マイタウンで買えるし、マイタウンもできたので、マイタウンだけ優遇するようなことはやめて、まあ、職人ギルドでね、今後ね、まあ、プラチナ鉱石とかも、綺麗な枝とかも買えるみたいにするようなので、まあ、改良していくみたいです。さあ次、ボディーガードを呼んでるかどうかの区別がつかない。ボディーガードを呼んだ状態で再度スキル使うと、一旦ボディーガードが下がった後に再度呼ばれます。誤ってスキルを使った時にキャンセルをしても引っ込んでしまうので、仕様を変えてほしい。
ていうまあ提案だったんですけど、これね確かにそうだよね。なのでアイコンをねつけて分かりやすくねあのするみたいです。そしてあのボディーガードを間違えて使ってしまってキャンセルするとボディーガードが返ってしまうっていうまあ仕様は前回のドラゴンクエスト TV かな、前々回だったかな、うん、その時にも言った、まあ、の、ゲンマとかの仕様と同じみたいで、まあ、それをキャンセルしていなくなっちゃうのは、しょうがないよ。そうすると、システム的に全部変えないといけないので、まあ、ちょっとめんどくさくなるよ、といったね、ことがなるので、まあ、このキャンセルしていなくなるのは現状そのままで、まあ、ボディーガードを呼んでるよってわかりやすくするアイコンをつけるみたいです。はい、次、仲間モンスターのヒットポイントが低すぎるレベル120の僧侶が、HP772 なのですが、ソウルに近い性能の仲間モンスター、ホイミスライムが、ヒットポイントが同じ装備でも590ぐらい。他の能力はまだしも、HP の直接精神に関わるので、これだけプレイヤーキャラと差があると強い敵に連れてくるのはきついですっていうね、まあ提案があったんですけども、まあそうだよね、もう仲間モンスターをこよなく愛してる方、中にはいると思うんですけども、まあやっぱりね、プレイヤーの方がね、強化する回数っていうのは多いから、まあ性能に差がつくのはしょうがない。うん。ただ、今後ね、仲間モンスターもどこかで強化する予定みたいです。で、椿さんがね、ここでいい質問言ってくれたんだよね。バッジ1個でもつけれないですか？外にね、フィールドでバッジ1つだけ、好きなバッジだけね、つけさせてくださいといったね、椿さんの提案があったんだけども、もともとバッジは外に出さないっていう前提で強くを作ってるみたいなので、ま、いろいろそれをするんであれば、変えないといけない。システム的に変えないといけないから、ちょっと難しいかなと。まあ、銀だけでも、金だけでも、と食い下がったんだけど、椿さん。大掛かりな話になってしまうからっていうことで、ちょっとね、バッジの件は見送られたのかな。まあ、なので、仲間モンスターの強化はするみたいです。さあ、そして、旅人バザーでアイテムが売れた回数を確認できるようにしてほしい。称号、伝説の大商人を、獲得したいんですが、今自分がどれだけアイテムを売ったのか確認できるようになれば良いと思ってます。強さや目覚まし冒険者の広場ので確認できるようになると嬉しいっていう、これ称号だよね。これ何回で称号もらえるんだっけっていう質問に対して、安西さんは堅くなにね、秘密です。ここでは言いませんとね。堅くなに言わなかったんだよね。まあ本来ならバザーで3万回ね、物を売ると称号がもらえるんですよね。伝説の大商人というね。回数は絶対移したくない。ただ、自分が取引した回数は保存してるので出せると思うから、広場で、何回取引したかっていうのはね、回数は出してもらえるみたいです。はい、次、ドドン。これもね、めちゃくちゃ僕ね、思う。うん、モンスターの吹き出しね。はい、羅刹王バラシュナ、特に3なんですが、使用した技名の吹き出しや毒になったの吹き出しなどを同時に表示することはできないでしょうか。技名が見えない、対処が遅れる、次の技が来るといった事態が多々発生し、厳しい局面があるので検討お願いします。まあ今現状、その何個もね同時に吹き出しが出るようなアクションがあると時間をね短くしてるシステムがあるみたいなんだけど、それでもねやっぱり追いつかないよね。まあ、青山さん曰く、長年使ってるシステムを変えるので、簡単に容易ではできない。うん、まあ、検討の価値もあるみたいなんだけど、まあ、やらないよね。まあ、これでもね、直してほしいよね。さあ、そして、選手の、たまに2回攻撃を変更してほしい。昨今の敵は避けたい高威力の技を使ってくるので、2回攻撃が発動しても、キャンセルすることが多いです。CT スキルに反映されないなど、死にスキル化しつつある気がします。たまにターン消費なしやステータスアップなどの別のスキルに変更してほしいです。これね、戦士、特に死んでるよね。戦士なんかスキルにたまに2回行動あるので、まあ、外すこともできないもんね。魔法使いなんか証にあるんだけど、まあ、証を外せばいいけど、まあ、戦士なんかね、こうスキルラインにあるので、勝手に暴発しちゃうこともあるもんね。まあ、これを、まあ、仮にね、6.2 に、戦士のスキルラインの調整があったら、調整されると思う。仮の話ですよ、とは言ってたけど、おい、戦士ファンのみんな、6.2に、はい。もしかしたら戦士のスキルがね、回収されるかもしれませんので、お楽しみください。まあ、仮の話ですと安西さんは強めに言ってましたけどね。まあ、あくまでも仮ですからね。次、職人練習場では、素材を購入しなくても職人活動ができるようにしてほしい。これわかる。めんどくさいよね、わざわざ。
練習しに行くのに、なおかつね、ランプ買って、まあ僕だったらランプ買って、素材買ってね、さらに装備を買ってっていうね、しかも分かりづらいのよなあれって。すっげえわかるけど、安西さん曰く、結局まあ、練習場以外でも、これやるときに、まあ、買わないと素材を覚えれないで、999個買えるので、どの素材を買うかは覚えてほしい。うん、まあ正直ね、実際ね、これを変更するとめちゃくちゃ大変みたいなので、まあ覚えろってことなんだよね。まあ実際このこれはやるかどうかは相談してみるっていう形みたいですが、まあ覚えるっつったって、どっちみち職人レシピメモでね、覚えずにね、メモしてやるからね、買いに行くからね、まあ覚えなくてもいいよな今更と思うけどね。さあ次、これね、僕も思ったね。え、これもう、ドルセリン買いに行くのにね、わざわざどっかの道具屋でね、行かなあかんもんね。マイタウンに道具屋が欲しい。マイタウンでドルセリンを購入できません。NPC からちょっと買うようにね、させてください。はい。売りましょう。はい。次から来ます。はい。でね、最後に、ドラゴンクエスト10の夏祭りのお話になりました。これ合成だよ、みんな。23、24。はい。23日の出演者は、はい、斉藤陽介さん。そして、フジゲル、リッキー、そして、ドラゴンクエスト10のフライのプロデューサーの白石さんが来るので、僕、これ23日行きたいなって思うんだよね。で、24日の、まあ、出演者が、まあ、大体初心者大使だとか、まあ、声優さんなのね。こちらね、まあ、声優さん、石川由依さん、市川葵さん、岩田光雄さん、大西沙織さん、佐野瑞希さん。っていう形の人たちと、まあ初心者大使なんですけど、まあ昨日の第6期の河野由美乃さん、めちゃくちゃ可愛いね。笑顔が素敵。最高。なので、24日も行きたいなと思ったんだけど、やっぱりね、歴代のさ、プロデューサーとかディレクターの話を聞きたいよね。うん。で、24日でメインステージでこちらやることが決定しました。24日、7月24日ね、アストルティアハッピーくじ抽選会、そして初心者大使超同窓会、なんと、はい、幻の海トラシカハイスコア対決、そして10周年だよ開発ボス、全員集合、めちゃくちゃ興味あるようなイベントをやりますよね。ここでね、ふとね、皆様思った方いると思うんですけど、はい、7月24日にもトラシカ、もうやってるんだよね。なので、その辺がもうバージョン 6.2 に入ってるってことだよね。ってことは、まあ、ロードマップとか見て逆算すると、もう 6.2 は、6月の終わり頃から、7月の13日までにやるってことだよね。で、木曜日が多いのね、割と、30か7か14に来るんじゃないんでしょうか。6月30、7月7日、7月14日にね、バージョン 6.2 が来るんではないんでしょうか。もう間もなくだよね。はい、ってことで、まあ以上がね、ドラゴンクエスト TV のね、出た情報でした。で、ちょっとね、今回ね、はい、思った方いると思いますが、残念ながら、プレゼント呪文は、はい、なかったですと。ね、珍しいよね。ちょっとドラゴンクエスト TV で、プレゼント呪文ないのって。しょぼいじゃケチ臭いなって思うよな。はい。まあ、次の次回のドラゴンクエスト TV はね、めちゃくちゃ情報量たっぷりだと思うのでね、皆さん楽しみにしておいてください。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。